はい、小学生、中学生、高校生を聞きたいんじゃないですかね。どうやったら身長伸びますかって聞きますよ。身長伸ばすにはね、一番はね、もう遺伝とか環境要因が大きいんですよね。まあ、まず一番遺伝が大きいっていうのと、あとは環境要因が大きい、あとはしっかり食べてしっかり寝る、もうそれしかないみたいな感じなんですよ。もう自分もう天から授かったものだからさ、身長っていうのはどちらかというと。なので身長を伸ばすためにどうするかって言ったら、まず今すぐできることは、はい、たくさん寝る、たくさん食べる、もうそれが一番です。自分の体を大きくしようと思ったら、体の中に材料、栄養がないと大きくなりません。絶対に分解されていくだけだから。だから食べるっていうのはすごく大事なんです。バランスの良い食事、本当大事なんです。あとは基本的な生活習慣、しっかり寝て、しっかり起きて、しっかり運動する。運動することで腱とか筋とか関節に刺激が入ると、やっぱそこからホルモンが出て、そこの成長を促そうとする体の仕組みがスイッチ入るので、そこでやっぱり身長を伸ばしていく。でカルシウム取ればいいって話でもないし、タンパク質取ればいいって話でもない。やっぱりバランスなんですよね。バランスで、やっぱ形態的に大きくなろうと思ったら、タンパク質っていうのはすごく大事なので、カルシウムも大事だし、タンパク質も大事、カルシウムを吸収させようと思ったらマグネシウムも大事だし、ビタミン D も大事だし、なんとかだしとかなってくるし、そういうところでやっぱり気をつけていきたいな。あとは怪我をしないっていうのが大事ですね。怪我をしたら、その怪我を治そうと思うのにエネルギー使っちゃうから、身長を伸ばすどころじゃないって話ですよ、ね、どころじゃないって話。だから運動量も多すぎてもダメだし、少なすぎてもダメ。しっかり食べる、しっかり寝る、基本的な生活習慣ちゃんとやる、それがね一番です。それが一番。それで身長伸びるところまで伸びたら感謝しましょう、ご先祖様と親に。はい、それしかない。